はい、こんにちは。昔の道具ミングたちです。今回は秋の収穫道具、ずっと話してきました稲刈り釜、千箱桶、足踏み脱穀、もみすり臼とかね、話してきました。次はね、遠見です。遠見の話をさせてもらおうと思います。長く使われてきた道具なんですけどね、結構からくりのある道具でね、もう親しまれてる農家さんは結構持ってた道具じゃないかと思います。今回は、まず遠見とは何なのか、遠見の歴史で、遠見の構造、使い方ですね。そしてね、遠見っていうのは割とね、こうメジャーっていうか、みんなに使われてたんで、結構ね、僕の運営している Facebook グループ昔の道具ミングたち、ここと一緒ですね、の名前で、やってるグループで、結構たくさん投稿していただいて使ってる動画があるんですよ。だからね、それをね、紹介させてもらえたらなと思います。今のうちにチャンネル登録していただいて、過去の動画とかも見れるような感じで、まだまだ収穫動画ありますから、こうベルマークを押していただいたら、新たに投稿した時に連絡が入ると思いますので、ぜひチャンネル登録してください。ということで、まず遠見とは、もみすり臼でね、すったもみ殻と玄米を分離するのがもみすり臼ですね。で、分離した状態で もみ殻と玄米が一緒になって、もう稲とかの破片いうかね、短いやつとかが一緒になってね、あるやつを玄米ともみ殻とかね、稲とかと分離する道具なんですね。米だけじゃなく、麦、そば、大豆、穀物を分別するっていうことでね、使われてる道具なんですけど、これもみすり臼のサムネイルですね。これ以前の前回の投稿で話してますんで、まずもみすり臼っていうのがどうなのかとか、秋の収穫道具としてずっとありますんで、それを見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。遠見の歴史です。遠見の歴史は、中国の宋王政っていう方ですね。宋王政っていう方が書いた天候怪物っていう本に、ここ遠見があるんですよ。もう今とほとんど一緒ですよね、構造が同じます。風船車って読むんですかね、ここに風船車って書いてますけど、そういうふうに書かれている。これがね、遠見を書物に出している一番最初の記述ですね。そしてね、この宋王政っていう人は、じゃあいつの人なのっていうことになったら、1587年から1666年に生きてた人ですね。だからね、中国で言えば明の終わりから清の初めぐらいの学者です。まあ1600年あたりですよね。日本で言ったら関ヶ原の合戦の時ですか。このくらいの時代に書かれた書物だから、これより前から使ってたってことですね。今度は日本ですね。日本ではね、佐世与次右衛門っていう佐世与次右衛門っていう藩の人なんですけど、会津農書っていう本を書いてます。1684年に書いてますね。ここに出てくるのが最初なんですよ。だから1684年にはもう日本に来てたっていうことですね。それからね、ほとんど形を変えないまま、ずっと昭和30年ぐらいまで、ね、すごくポピュラーな道具として使われてきました。まあね、こうそれなりにお金持ちじゃないと江戸時代の初めの頃っては使えなかったのかもしれないですけどね。まあこういう大型の遠見を使ってたんでしょうね。昭和30年40年ぐらいになったら、もう機械化がどんどん進みますから、もうもみすりも遠見も合体化した機械とかが出てくるわけですよ。だからね、この木製の遠見っていうのはだんだん使わなくなってきてます。
でもね、小規模にね使ってる蕎麦や大豆とかそういうようなものはね、もう大きな機械を動かしてどうのこうのよりこっちの方が楽ですから、それでね今でも使われてるっていう、時々ね愛媛の田舎の方の畑とかね田んぼでねこれを回してる姿がまだ見られるっていう、いつまでかな、もう使ってた人が老齢化してるからね、いつまで使うようになるか分かんないですけど、まだ使ってるっていう。でね、昭和になってからこの大きな稲穂からちっちゃい小型の稲穂が出てきたんですよ。それはねこの大きな稲穂のこっち側だけとかこっち側だけとかを改良したりして作った稲穂っていうのが出てくるんだけど、この大きな稲穂の中で僕が持ってるデータの中では一番古い稲穂が嘉永って牧書で書いてましたから、まあ江戸時代の終わりですよね。その稲穂がね残ってました。これ僕のデータであります。ですからそれより古いのってね、見たことないんで、あれが一番古いぐらいなんですけど、そっからこの大、それは江戸時代もこんな形でした、大型でしたね。それからこう小さいのに変わってきて、今度はこの小さいやつを大量生産しだしたんですね。これがね小型の稲穂なんですけど、これ僕が住んでる愛媛です。愛媛の菊間っていうところにある工場、このノコギリ屋根ですね、ここで作ってたんですよ。なんとこのノコギリ屋根の工場まだ残ってます。まだ中で何かを作ってます一回訪問したいなとも思うんですけどね。そこで作ってたのがこの安野稲穂っていう小型の稲穂なんですよね。これはねもう一世を風靡しましたね。全国にね出荷して、僕が知ってる一番遠くは富士山のふもとにあるちっちゃなね資料館があったんですけど、そこで見ました、安野稲穂。富山でも見ましたね。なんかね京都の方でもね安野稲穂があるし、これが真四角になるんですよね。足が折れるやつもね、畳めるやつもありましたけど、その都度ね特許侵害とか特許とか第何号特許とかいうのがここにね、ここのプレートにね書かれてね、積極的に特許をどんどん取っていってね全国に売りに出してたんだろうと思うんですけど、かなり普及してたと思いますね。昔ねこの安野稲穂で講演というかね発表させてもらったこともあります。いろんなデータがあってすごくたくさん出てくるもんだから、ちょっと分布だとかねそういうような愛媛でどういうふうに動いてたのかとかいうようなことをね話をしたことがあります。稲穂の歴史ですね。この稲とか殻っていう字、いや要は稲から入ってきたっていう、外国から入ってきたものだよっていうことなんだけど、やっぱりね昔はね外国といったら、まあ、中国なんですよね。もうすごい最先端を行ってる国なんですね。だからもうかなり格上っていう感じでね、もう唐から来たものってすごいよっていう意味ですよね。最新型とかねすごく優れてるとかいう意味でこれを使ってたんだけど、実際はね唐っていうのは618年から907年までの間が唐なんですよ、ね、だからね聖徳太子の時代ですよね日本で言えば。だからねその後にね宋とかいろいろあるんだけど、この唐から外国から来たのが唐っていう感じで名前がつくんでしょうね。だから唐の実なんですよ。唐から来た実。実っていうのはここにねサムネイルありますけど、こういうサムネイルでちょっと前に配信してます YouTube で。だから探して見てください。
これはね実際にね昔のクラシカンでこう本物を見ながらでこれの流れで遠見っていうのもこう回したりして見せてますんで、ぜひ下の概要欄に貼っときますんでリンクを、ぜひ見てください。そしてね、江戸時代まではやっぱりねこの外国は唐だっていうのがね思ってたのかな。だからこういろんなものに唐っていう字をつけたんですかね。これに桑って書いたら戸桑って言うんですよね。これに竿をつけたら唐竿って言うんですよね。そういうような感じでね、別にねやっぱ唐から来たのか分かんないですけど、まあ優れもんっていう意味だったんだろうと思います。唐箕の構造なんですけど、ここに丸い筒状態というかねドラム状態がありますよね。この中にねここちらっと見えますね、こう4枚羽がついてるんですよ。こっからここまでの羽が、これね6枚のやつも何個か見てるんですけど4枚が多いですね。でここにハンドルがついてます。このハンドルをこう回したら中の羽がぐるぐる回るわけですね。でぐるぐる回ったらこの中の空気がここだけ筒状態になってますから、こういう感じで空いてますから、ここがだからこっから風がブワッとこうブワッとこう出るわけです。早く回せば強い風、ゆっくり回せば弱い風っていう感じでね出てくるわけですよ。この羽のところのこの板がね、綺麗にカンナ掛けした板じゃダメなんで、こうまあ合板じゃないですからね昔はね、こうノコで切って板を作る、ノコで切ったままの状態で先がねこう触ったらねちょっとトゲが立つようなザラザラした状態の板を使ってたみたいです。あえてその板を使ってたようです。そっちの方がこう風がたくさん出るんでしょうね。次にねここに上後状態があります。こっからねこの穀物を入れるわけですね。この上後は外れるんですよ。だからねよくねこの上後だけなくなってるっていう遠見がよく出てきます。でもこれはね上からこうカチッとはめるんですよ。だからこの上後のここにね前とか言って書いてあるんですけど、向きが逆になったらいけないから前ってこう書いてあったりするんですけどね。ほんでねこの上後がね一体化してるやつもあるんですよ。これねこれ外れないんですよ、ここの上後がね。大体ねこれはね僕のイメージから言うたら関東の方はこれが多いです。こっちの方が多いんだけど、西日本はこっちの方が多いですね。でもね西日本でも こういう形はよく出てくるんですけど、圧倒的にこっちの方が多いという感じですね。ここから穀物を入れて、これは別な人が入れるんですね。ほんで一人がこうこれを回しながら、ここにレバーがあるんですよ。このレバーでこう穀物が落ちるこの上後のところの幅を変えるんですよね。そしたら落ちる量が変わってくるわけです。落ちる量を調整しながらこの風の強さも調整しながらやるわけですね。そしたらねもみ殻とか藁の破片とかそういう軽いものは風で飛ぶんですよね。で中の玄米の重たいものは下に落ちるんです。だからもみ殻だけこう飛ばして玄米が落ちてくる、この落ちてくるのがここですね。これが一番口二番口っていう、一番火二番火っていう言い方もあるんですけど、そういう感じでこの一番火の方に落ちてくるのは大きなちゃんとした米ですね、玄米で、二番口にから出てくるのがちょっと小さいやつっていうのが出てくるっていう仕組みです。だからこう風が弱かったりしたらこっち側にももみ殻出てきますからね。だけど風が強すぎたら玄米まで飛び出してしまいますから、
そこの調整をねしながらね、上手に経験いるんじゃないのかなとか思いながらね、後半になったらここエンジンで回しますから、ここの出し口だけで調整するようになったりもするみたいですけどね。ほんでやっぱりね、こう2番口から出たものとか、1回こっち側に出たものをもう1回やるとか、2回これを回すっていうこともあるみたいですね。遠見っていうのは何年何月とか、こう書くところがいっぱいあるんですよ。字を書くところがね、さっき言いました、ここに前ってすごい大きな字でね書いてたりとかねするので、ここの書いてるのが墨で購入した時に書くんですよね。昔の人はね、購入したら筆でね、いつ購入したのか、いくらで購入したのか、誰が購入したのかとかいうようなことをね、こうね、ちっちゃな小物でもね、こう書く習慣があったみたいなんですけど、この遠見はね、何人かで購入するとかいうようなこともありますから、その名前を全部書いてたりとかね、大工さんが作ったりとかするのがあるから、宣伝にもなるから、誰が作ったっていう名前とそういうのも書きます。そして購入日、明治20年とかね、そういうのももうこう書きます。そしていくらで買ったのかっていうようなものも書いてるのもあります。ということはね、ものすごくたくさんデータが入ってくるわけですよ。この時代だったらこれはいくらで買ってたのかとかね、物価とかね、いうような米2俵とか書いてあるものもありましたよ。そういうような感じで情報がたくさんあるから、もう民具学者大好き。まだね、皆さんの見てる皆さんの中でも農家の方で持ってる人がいるかもしれません。持ってる人はね、ほこりまみれになってるかもしれないけど、ちょっとこう軽くハケで落としたりしてね、こうよく観察してみたら、もうねヒーヒージーテンの名前が入ってたとかねこれ明治なんだとかね、そういうような文字が入ってる可能性がありますから、とても面白いです。とても面白いですから、ぜひね観察してみてください。ということでね、 Facebook グループの中に遠見っていうのは割とこうメジャーなもんで、割と残ってるんで、だからたくさん投稿があったんですよ。でね、使ってるところをね動画でね出してくれてる人がたくさんいたもんですから、ちょっと紹介しますね。はい、 Facebook の中山陽子さん、足踏み脱穀機もあるんですけど、これ遠見使ってますね一生懸命お母さん回してます。こうゆっくりこう中からやって、こっから出てくるんですよね。そういう、あ、出ました、出ました、わーっと今出ましたね。こういうような投稿があります。これ お嬢ちゃんがもう一生懸命回してます。すごい出てる出てる、すごい出てる。これ大豆ですね。こういう感じにね出て、こんなによく回ってるんですよね。こういいですね。こっからね出てきてから、これがね、竹村京子さんで、この竹島さんが、京都で安野遠見見ましたよっていう、安野って書いてますよね。これもすごい出てますね。ガーッとこれ回してね、すごい出て、これはバケツに入れてますね。これ1番口2番口と手前と向こうにあるね、遠見ですね。この隣が足踏み脱穀機でねやってるところですね。いいですね、この動画で見れるのはいいですね。これも北村さん、北村さん、これそばですね。そばをね回してからこう、すごい出てる、すごい出てる。こんなに勢いよく出るんですね。これもね自分の写真みたいですね。こんなにね文字がいっぱい書いてあるんですよ。これ面白いんですよ、ね、わー、外に出してかなり傷んでますね。これはね、あの僕の投稿なんですけど、足踏み脱穀機とか遠見とか回すためのエンジンですよね。このベルトをつけて回すっていう、このエンジンが出てからやっぱ大きく変わりましたよね。
お嬢ちゃん手伝ってますね。ね、これもそばですね。これもそばです。これがさっき言ったノコギリ屋根ですね。これ竹島さんが撮ってくれた写真です。お嬢ちゃんとかね、興味深そうにね、後藤さんですね。これがね、最近の遠見のチラシだって。ね、20年10月23日、ね、2年前ですね。ね、届いたらしいです。で、まあちょっとこれ外出してたもんだろうからかなり古い感じで傷んでますけど、これ見てください。これものすごくたくさん、こう多分これはね、買った人の名前とかそういうのを書いてるんだろうと思うけど、こういう字がいっぱい書いてあるんでね、とっても面白いですよ。これは秋田だって。金子さんね、いいですね。これは安野じゃないですね。これもね、これもそばかな。これはなんかあれですね、エンジンで回してるっぽいですね。すごい勢いで出てます、これ、ね、こういう使い方をするんですね。で、上後を上から撮った写真ですね。これいいですね。で、ここのレバーでね、これをここに差し込んで、で、この下でちょっとね、落とす量を調整するレバーがここにあって、これ遠見は横になってる状態ですかね。のぶちゃんですね。で、進藤さんっていうのもね、こう前って書いてあるでしょ、これ前ってね、平野式遠見って、これ次お話しますね。万国投資です、これね。こういうような、なんかこうもうお祭り気分でやってますね、皆さんね。いいですね。稲垣家から脱穀して遠見を背負ってます、これね。これは唐竿ですね。いいですね、山内さん。これ竹島さんか、竹島先生だから、これはいいですね。いい写真です。竹島さん、これくださいこの写真ください、ね、こう字がいっぱい書いてあるでしょ。これいいですよね。たまんないな。これです。これね、あの富山の富波民具展示室っていうところがあるんですけどね、遠見がこれずわーっと並んでるんですよ。これ全部遠見ですね。これもう許可を得て写真を撮ってる、あの僕の投稿なんですけど、富山県でね、見に行ったんですけどね、これは圧巻でしたね。ここに安野って書いてますよね。これはいいですよね。こういう資料室にもね、こうやって大事にあのやってくれる資料室もありますんで、ぜひ展示室とか資料館とかね、覗きに行ったら面白いものがいっぱい見れると思います。ということで、 Facebook グループ昔の道具ミングたちを紹介させてもらいました。遠見がいっぱいありましたね。動画で見たら面白いですね。よくわかります。こういうようなね、皆さんが、全国の皆さん1万7000人のメンバーがこうやってやったよとかいうような投稿が、いろんな道具で投稿がいっぱいありますから、あのぜひ見に来てください。そしてね、毎週金曜日の夜8時にライブ配信、僕がライブ配信もしてますんで、あのよろしかったら見に来ていただいたらなと思います。で、今日は、秋の収穫道具遠見についてお話しさせてもらいました。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。過去にはこう秋の収穫道具もう順番にね、投稿していってるんですよ。でもね、まだあります。まだね、遠見でね、分別してもまだ玄米の状態ですから、次はね、小米とね、製品とちょっと分けない、もう一回選別しないといけない、その玄米を精米にしないといけない、そんなもんがありますから、次々こう投稿していきますんで、ただね、気まぐれ投稿です。いつ投稿するかちょっとわからないんで、よろしかったらチャンネル登録して、こうベルマークを押して
置いていただいたら投稿した時に通知が来るように設定できますから、その分までやっていただいたら非常に次の投稿もすぐ見れると思いますので、意外と知らない秋の収穫道具、今は使ってない収穫道具をまだ説明させてもらいますし、過去にはたくさんそういう説明をしてますんで、ぜひチャンネル登録してご覧になってください。ありがとうございました。